発想の転換。車両輸送専用貨車から汎用コンテナの活用へ。日本国内で販売される新車、完成車を運ぶ手段において、鉄道輸送のシェアは高くありません。そんな中で、三菱自動車工業、以下、三菱とダイハツ工業、以下、ダイハツ、は、 新車の軽自動車の一部を鉄道で輸送していると言います。その方法はなんと、コンパクトな鉄道コンテナを活用するというもの。では、どのようにしてコンテナで軽自動車を運んでいるのでしょうか。現代における新車の輸送は、積載車による陸上輸送や船による海上輸送が主ですが、 近年は生産拠点の集約化や輸送効率の向上、トラックドライバー不足の解消、CO2 削減などを推進するために、環境負荷が少なく、一度で大量に運べる鉄道輸送にシフト、モーダルシフトをする企業も多く見られます。例えば車用のパーツ輸送では、トヨタが名古屋南貨物駅、名古屋臨港鉄道、 から、森岡貨物ターミナル駅、JR 貨物、管で、トヨタロンパスエクスプレス、トヨタロングパスエクスプレスという貨物列車を走らせているほか、2023年4月からは、鈴木も一部の部品輸送を鉄道にシフトを開始しています。このように自動車部品に関する鉄道輸送は脚光を浴びつつありますが、 かつては、新車自体も鉄道輸送が行われていました。ピークを記録した1972年には、国内の乗用車生産台数のうち3割に当たる約80万台が、車運車、区と呼ばれる車両輸送専用の貨車を用いて運ばれていたのです。その後、国内の港や高速道路整備が進む一方で、 鉄道での新車輸送が下火となる中、1990年代からは様々な自動車輸送用コンテナが開発実用化され、新車の輸送も行われましたが、2010年頃にはそれも終了してしまいました。ところが現在でも一部のメーカーが鉄道による新車輸送を行っています。それが三菱とダイハツの軽自動車輸送です。 三菱では1996年5月から、同社水島製作所、岡山県倉敷市で、生産された新潟地区反射向けの軽自動車、主に EK シリーズについて、倉敷貨物ターミナル駅、水島臨海鉄道から、新潟貨物ターミナル駅、JR 貨物、間で鉄道輸送を開始しており、 2023年現在で27年という長い歴史を持ちます。三菱の担当者によると、鉄道利用はモーダルシフト、環境負荷の低い物流への転換による、環境配慮型輸送が目的だと説明します。そのメリットは環境負荷の軽減にとどまらず、長距離陸上輸送の代替輸送能力確保、 輸送リードタイムの短縮などがあると言います。現在は貨物輸送開始当時よりも、さらに環境負荷低減や物流の効率化が叫ばれるようになったため、まさに時代が追いついた輸送方法と言えるでしょう。三菱の鉄道による軽自動車輸送は、当初大きめのコンテナに4台の軽自動車を積むことができる。 UV42A コンテナで運んでいましたが、その直後に軽自動車の車体サイズなどが規格変更を受け大型化。UV42A への積載が不可能となり、12フィート 5T 済みタイプの汎用コンテナ 19D などを使用するようになりました。この場合、軽自動車を専用パレットに乗せ、 フォークリフトによって一つのコンテナの中に一台ずつ積み込まれます。ちなみにコンテナ貨車、小希、一両あたり、最大5個の12フィートコンテナを積載できます。なお、倉敷貨物ターミナル駅には、新車の整備や点検オプションの装着などを行う三菱の施設も併設されています。マイカー。 時代の到来とともに1960年代に急速な発展を遂げた鉄道貨物、車運車。一方のダイハツはグループ全体の物流で排出される CO2 の総量を2035年までに10%削減することを目指し、様々な取り組みをスタートしています。 鉄道輸送もその一つですが、こちらも三菱と同時期の1996年頃より、京都貨物駅、梅小路 JR 貨物から、新潟貨物ターミナル駅、JR 貨物間で取り組みを開始していました。三菱の軽自動車輸送と同じく、12フィート汎用コンテナ内に軽自動車プラスパレットを収めていたのですが、 2018年にはパレットとフォークリフトを用いずに、自走でコンテナ内に積むための専用固定具を開発、積み込みを簡素化したことによって、鉄道輸送路線の拡大が可能となりました。現在では福岡貨物ターミナル JR 貨物から、新潟貨物ターミナル駅 JR 貨物間をはじめ、 北九州貨物ターミナル駅、JR 貨物増起点に富山貨物駅、JR 貨物。北長野駅、JR 貨物品の鉄道、南松本駅、JR 東日本 JR 貨物。金沢駅、JR 西日本 IR 石川鉄道、間の計6区間で、軽自動車の鉄道コンテナ輸送が実施されています。発によると、 今後も継続して新規路線を開拓していくといい、さらなる路線展開があるかもしれません。軽自動車輸送の場合、車が汎用の12フィートコンテナに入り、輸送に関わる大きな新規開発や、関連施設整備が不要だったことが輸送量の増加につながりました。近年の鉄道貨物は、 貨物ターミナル駅でのトラック積み替えが容易なコンテナ輸送が中心となっており、ここに鉄道輸送普及の鍵があるように思います。2022年5月に三菱不装が鉄道を利用したトラック輸送を行うと発表していますが、このプランでも初期コストがかかる専用貨車開発ではなく、既存のコンテナや貨車の活用、 もしくは小改造して使用することが予想されます。なお、同社によると、貨物 1T を 1km 運搬する際の CO2 排出量は、営業用トラックが 225g なのに対し、船舶は 41g、鉄道はわずか 18g のみとのこと。輸送時の大幅な CO2 削減を実現するため、見直しの機運高まる車の鉄道輸送、 今後の動向に目が離せません。